Because I got to tell you the truth, folks. I got to tell you the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe.ただこの海外メディアでいうとその一方におきまして、日本の実情というものを正確に伝えきれている伝えていないと、ある意味誤解に基づいた報道も多ございました。私が見た範囲におきましても例えば春先花粉症対策でマスクをかけている方々ばかりを写して、日本人は放射能対策でみんなマスクをしているんだとか、あるいは、計画停電の影響でホームに人があふれ返っている状況をこれでもかと映して、そして日本人は、特に東京の人たちは原発事故の影響で、逃げ出そうとしているんだというような報道がなされているわけでありました。こうした報道があるとどうしてもやはりこれはいわゆる風評被害につながっていくということでもあります。日本から海外に輸出するそうした産品について、様々な規制が、輸出規制がかけられている。このことが大きな問題だと思います。徳永委員がですね、おっしゃいましたけれども、確かに外国のメディアがですね、マスクをしている人ばかりを映してしまうということによる風評被害というのはあるというふうに思います。したがって、私も、それぞれの外相会談等で、私の実家が、第一原発から40キロのところにあって、まあ、たまたま線量があまり出ておりませんけれども家族も含めて、まあ、平穏に暮らしているという話をするととても驚いて、いるんですね。ですから外務省としてもですね、日本に滞在をしたことがある方々をもう一回お招きをして、そして帰ってもらってネットで流してもらうとかですね、そういったことをさせていただいているということはご存知の通りであります。で、今現状ということでありますが、一定の成果は出てきてます。ただまだまだだというふうに思ってます。米国はこれは大体日本とほぼ同じになってます。この5月に温家宝首相が来日をされた折にもこの農産品の輸入制限について、緩和をしていくのだということを温首相は明言をされたわけですけれども、これ未だに実現をされておりません。ホノルル APEC の際に日中首脳会談がございました。その際に私から胡錦涛主席に対しては日本産食品等に対する中国の輸入規制措置につき緩和措置の実施に向け迅速な対応を要請をいたしまして、また一層の緩和さらには早期の解除を要請をいたしました。これに対して胡錦涛国家主席からはすでに一部緩和を行っているが今後科学的検証及び安全性を踏まえてさらなる緩和について検討したいとの応答がございました。また今週は東アジアの東南アジア諸国、ASEAN諸国との、いろんな会合がございます。そこで、御首相とお会いする機会もございますので、改めて私からもまた、さらなる働きかけをしたいと思いますが、ついでに立たせていただいたんで、先ほどの資料の中で、農林水産物の日本の輸出相手国、香港なんですね。これ、アメリカよりも倍近く、中国などよりもはるかに日本の農水産物を買ってもらっている国で、この APEC では、香港の首脳も来ていました。で、香港の首脳には直接お会いをして、ぜひ被災地にたくさんの代表団を連れてきていただいて、現地に行って食べていただいて帰っていただく、そういう約束をさせていただきましたので、それはまさに輸入輸出促進の弾みになるというふうに思っております。Louise, how many kids on the post? Personal dependence under 5? 293. Get me the sum total of all their allowances. Hey, in the storeroom, Sarge, kids? Simi, they won't die. In fact, that'll be our motto. They won't die.